ニーニー、顔がデレデレしてるけど、何かあったの？来ていただいてありがとうございます、先輩。ううん、それはいいんだけど、何くん？1の D の木里です。木里くんは名字よね。お名前は？ロミオです。名前負けしてますよね。わあ、素敵なお名前ね。え？先輩、ありがとうございます。僕、背も低くて男らしくないから、いつも名前負けしてるって言われて。え、そうかな？いいお名前だと思うよ。かっこよくない？かっこいいですか？赤くなっちゃって、かわいい。森島先輩。ん？今日来ていただいたのは、その？この手紙をお渡ししたくて。え、手紙？もしかしてラブレターだったりなんてね。そうです。あ、本当にそうなんだ。キサト君からでいいのかな？はい。そっか。どうかしましたか？ラブレターを渡してくれるってことは。あ、はい。私のこと好きってことかな。はい。ありがとう。ラブレターを本人から直接渡されたことってあまりないから、なんか嬉しいかも。本当ですか？え？よかった。顔真っ赤だよ、ロミオくん。
日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。よ、最近桜井さんと一緒じゃないんだな。一緒にいる印象が強かったからな。いや、ちょっと前のことだけど、男子に言い寄られてるのを見たんだ。気にならないのか。まあお前がそう思ってるなら、俺が気に病むことでもないな。ちょっと気になったから聞いてみただけだ。それじゃな。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。どう言えばいいんだろう。変わったわけでも変えられたわけでもない。閉まってたドアがゆっくりと開いていく感じ。表現としてはこれが一番しっくりくる。じゃないって。私、何冷静に分析してんのよ。勉強は集中してやるって決めてるのに。でも腹立たしいけど、私一人じゃ
前に進むことはできなかったと思う。恋はシアンのほかか。よく言ったものね。まさか、あの手帳を手放す気になるなんて。違う違う違う！勉強するんでしょ！ああ、もう！あの人のせいで勉強する時間が減ってるじゃない！もうあったまきた！今度からもっといじめてやるんだから！覚悟してなさいよ！いいわよ。ちょうどそういう気分だったの。そうでしょ？校内で好きな場所ってどこ？ありきたりの回答ね。原点。そんな感じだったわね。あなたさえいなければ高校生活も完璧だったんだけどね。それを聞いてどうするつもりかしら。そう。あ、そろそろ授業の時間ね。じゃあ私教室に戻るから。またね。